ということで、はい。あ、出た。出た。カズハラ愛。さあ、ということで、やっていきましょう。はい。ちょっと出花くじくね。そうなんです。くじかれました。いいですか。いや、はい、その差かなと。いや、違います、はい。アルゴリズムランド、はい、はい。続編、やっていきたいなと。エリア4、ホラーエリア。はい。行きましょうか。お願いします。はい。57からですね。57からですね。完璧で、星3つずつ取ってますよ。この、どこまで行ってるかバレちゃう世の中ね。そうだね。確かに。まだ終わってる。まだ今のところ、淡路の名前見つけてる。どこにも。そうですね。やってないだろ、淡路は。やってないんでしょうね。どこにも見当たりません。駆け込みでやるでしょう。はい。駆け込みじゃできないよね。はい。57、はい、行きましょう。よし、じゃあ、ワンショット。ワンショットだね。いきます。はい。ステージ情報なし。なしなの、ね、こういうメンバーで。ウサフィーヌ。龍馬の昔の進化かな、はい、神風のライフ。ショット、ショット、ショット、57。これなんだっけ、これは、あれあれでしょ、通ると。あ、透明のあれが出てくるやつ。自分の透明なのやつ出てくるやつじゃないですか。それじゃないですか。あ、そう、いや、多分そうだと思います。分身じゃあ入ったところ、なるほど入ったところとで分身しか多分通らないみたいなやつです。あのアンチテーゼかなんかのやつ。なるほど。じゃあ全キャラ分身で倒すのか、5体だと思います。でワンショットね。だからその自分で分身をどこに置くかだよね。だからもうルート上だよね。5体ばらけさせるっていうよりなんかチュ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 みたいな。ですぐ自分の入る位置を後から決めるのか出る位置を決めるのか。もう和也が考えることやめようとしてる。大丈夫。ふざけんな。一回で越そうとしてんだよ。いきます。なるほど。それですぐ入ってありがとうございます。アルゴリズム、はい、カズヤは1回でした。さあ大島は、いやー怖っ、急にピリッとしてる。急にそれやんの。そんなやんの、このステージでやんの、それ。ずるい、やんないね。ずるいぞ。じゃあ色変わって一発目のほうが楽かも。確かに。いやいや、大島に譲るやつに。いやー2個目むずいからな。今の綺麗でしたね、うん。でもまあ要はこれを、これのちょっとむずいのが次ってことでしょ。よし、次は58。はい、いきます。今のうまかったな。綺麗でしたね。だった、めちゃくちゃルートが、うん。じゃあ58いきます。はい、58。メンツ一緒。はい、ワンショットいない。さあルート取りがさっきより難しいのか。ウサフィン、うわ、プニー。プニーはこれ自分で切るとかじゃないですか。うわ、ぽい。自分っぽいね。じゃあやっぱ左斜め上に打ちたいよな。じゃあこうか。で入った時に、こう出るでしょ。だからあれや、指定されてる。しかも置かしてよ、好きなとこに。わがまま言うな。ちょっと待って、うわちょっと、わもうわかんない。やだよ。これはどこでもいいやつ。もうわかんなくなった。どこでもいいやつ。そいつどこでも大丈夫だよ。一旦考えちまってくださいね。斜めに打ちます。むずい。こいつが決められてるんですよね。じゃあこいつから、抜いて、左上も行くでしょ。で、何を考えてんだ。これでいけません。ああ、どうだろう。そう、どういう角度でいくの、最初の。最初の真ん中に入るんだと思う。もう真ん中に直で打ちます。あの、プに通るように。
そしたら左から同じ角度で出るじゃないですか。で上反射してこう右に行かねえかなと。右行くかな。トントントンで。いやちょっと行ってみます。はい。はい。でも簡単に考えるとそうだよね。うわ。意外と早いね。そう早いから一瞬そうっすね、OK、なんで大丈夫でした、うん、さあ行って行ってできました、できました。はい。さてあなたはなんてあなたはなんてでしょう。しかも一番最後のやつ震えてる。いや意外となんかさっきより水のステージより簡単な気しますよ、ね、うん、スピードがあるし、はい、速度に余裕がある感じする。絶対無理だろ。三つ目のが怖い。さらにテレポトンネルかなんか怖い。うわテレポトンネルだけテレポトンネルってめんどくさいよね。そうですね、一気に難易度上がる感じ。ここ3人ぐらい溜まってんぞ、ほら。あ、しかも2ショット、しかもコネクトのショットもらえんぞ。すげえ。でも2ショット、でも2ショット、うわっ、あ、そうかそうか、反射制限、反射制限ある。メンツは一緒、2ショットコネクトの賞もらえる。なのに止まってるってむずいのかな。コネクトの賞もらえるってことはなんかこういうすげえ難しくしそうだよね、はい、そうだね。さあボス、あボス、あじゃあ削りが大変的な。そうかもしんない。なんじゃこりゃあ。あでもフニは自分です。これ一点クロスどころ全部だもんね。でしょうね。で、あ、でボスか。でクロスドクロで多分じゃ防御ダウンかなんかして、うん、1手目でもう全部処理ですね。だからもう考えることをやめたい。まあだから結局このプに通るルートから逆算して、ね、そのそうですね、キャノンベースなのかこのトンネルなのか、ちょっと時間かかります。しっかり見極めましょう。アンチテーザもこんな感じだったよな。アンチテーザか。でしょ。で、そのウサフィーノはめっちゃ遅かったっす。プニでめっちゃ減速しました。なるほど。だからそんな悠長な言ってらんない、言ってらんないです。すぐトンネル入りたいぐらい本当は。なるほど。ああ、そっち全部ここ。そんなのないよ。なるほどね。ってことは上に向かって出たいよな。上に向かって出たい。だから例えばこうだね。そしたら下から出ますよね。右下から出ますよね。集中しております。うわむずいなこれ。なんかまず何を考えればいいんだ。まずあいつの消すルート、あのそうですね、プニを消す、プニを消す、プニはそうだね、プニは消せるじゃないですか。だから次のこのザコ4を一筆で取れる。このバジリスクがまあでも2本もあるからな。2本あるから、まあ雑に打っても消せそうではあるんですけど。あ、でもいいかも。意外といい。あ、そっちから行くんだ。あ、考えるのやめた。足りない。惜しい。これはダメだね。はい、次の方。
次の方。速度めちゃくちゃギリでしたね、プニ。ね、でもあんぐらいでも通れ、あれで切れはすると、うん、全然違うとこから始まる。どこ1？ 4の下です。なんかなるべくさ、上に出したいじゃん。うわ、これきついな。あ、でもそうか、そうなるか。こう、あ、そこで、それで上から出るな。こう、で、下に打つとこ、うん、こう、下から打つのか。自分はプニを通る、うん、プニの通り方をいろいろ試行錯誤して、上から打つのか下から打つのかですよね、うん、最初1手目をこれだ。はいはいはい、大丈夫です。見えたか、上から打つ。あ、で真ん中のに入んだ。ワンバンした、下ワンバン。スピードがギリ足りるかなぐらい。入った。 OK、よっしゃ。あとはすげえ削り切るだけ。あとはおー、靴はいた。ちょ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 、いや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 、自分でやったほうがいい。絶対やったほうがいいでしょ。絶対やったほうがいいな。これはうわ、これ、え、1じゃ無理ですよね。あ、薄横じゃダメですか。あ、確かにこれで上がってきゃ、うんうん、か、もっと薄くてもいいか。あ、でもいいの。下行くのはリスキーだよ。下行くのはリスキー、うん、だからこれでいいと思う、うん、一回下の。いや、いいよ、これ。そうだね。いや、それが一番いくよ。はい、なんか悪くない。おっせ、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 おっせ。マジで？なぜ龍馬のそれは遅い。え、全然足りてないっすよ。何それ。だからもっと的確に弱点を何回か、うん、通るように。これを見越しとかないといけないんだ。どうぞどうぞ。はい、どうぞ。はい、どうぞ。やば、そんなとこにいる。さっきと違う、ね、全然違うと思う、ね、これはまあでも、ね、1個目はこれでいいと。で、あんまこの下に置きたくないですね、さっきの見たら。確かに、もうこれは、うん、割と反射でやってくれる可能性あるから、うん、何回か試行、やっぱ次を見越した方がいいかもしれない、ボス狙う。ってなったら、これ次 2P でさっき見た薄く上がれば2本結構薄めに通るから。なるほど、こういう感じでやって、で問題は角度があったかどうか。まずこうでしょう。で、こう、すっごい学校行ってるみたいな、ネタ作りしてるみたいな。これが成立するかみたいな。うわ、それ聞いたら急にやりたくなくなってきた。やめちゃえば楽なのになみたいな。飯食いっちゃうかみたいなさ。やめて飯食いっちゃうか。あの単独ライブのネタ作ってる時、いや、こうモヤモヤしてる時は出ないよとか言ってさ。一回飯行っちゃう。一回飯行っちゃおうっつって。飯行く？飯行きましょう。ちょっと一旦これで行ってみます。現実逃避？はい。でもさ、でもやっぱそれでもラス 1体ぐらいまでは削れんだね、うん、ってことは、うん、まあ、もう2手目だな、大事なの、大事なのは2手目。1手目はもう1回、もう自分の時以外は何も考えないようにするから。自分の時だけ考えない。あ、そうだね、あ、それ大事かも、頭の、うん、疲れるから。はい、次に打って。
うわ、なんか全員上に固まってるんですよ。月によってしかも見ると、見た瞬間考えた。なるほど。さっきのでも、削り切れんのかボス。でもね、なんかね、結局2個ぐらいしか、2人分ぐらいしか弱点通んなかったから少ないよね、多分。そうか。いいのは、そうか、上から下に入るルート。でもそれだと大きく回りすぎてなかなかの感じするんだよな。結構あれコンパクトにギュッとなってた方がいいんですかね。極論ね、2個がギュッとなって、うん、こう同じような動きすればカバーできるのよ。なるほど、ね、なるほど、確かに、うん、そうかも、ね、下から行くパターンか。下から行くパターン、下から、ギリと届くか。いや、角度むずいな、それ。そうっすね、上からのがアンパイスだ。うん、見える。下に入るでしょ。下に入る。2本。2本同じ動きを、うんうん、あ、いいかも。そしたら次の龍馬すげえいい感じで縦で打てる。いや、なんかいけそうだぞ。意外とそんぐらいくっついてても、ほんと知らない。いた。そうなるか。もう一回寝る。一回寝るからやってて。ね、そうなっちゃうんだ。でも、いや、確かに並べたところで考えるのやめてたな。確かに。そうだよね、うん。ずらさないとやっぱり。同じような。なんかずらすだけで良さそうですけどね。結局その2個並んでるのどっちかに。で1本あれば真ん中の2個はやってくれるよ。そう。ワンバンして上に出す気だ。足りる？ああ、いや、さっき結構ギリでしたよ。ギリ届くか。確かにね、上に出した方が、うん、上にいるからね、敵はね、みんなね、はい、それをさせないための配置だ、ね、そうなんでしょうね。確かにそれで届くんなら、うん、でもそれ、カズさん、2手目やばいっすよ。そう、そんなに右に寄せちゃう。でもさ、縦で左に入ってくる。ああ、そっかそっかそっか、あ、そっかそっか。角度違うな。下から入れるのかってとこだな。角度違うな。おい、自分で照れただけって。ちょっと恥ずかしかったですけど、今。いや、角度違うなとかが良くない。そんな角度違ったことだって最後自分のやりたいようにやらせないから。ごめんごめんごめん。そうだな。あ、これはまた違った。アプローチいける。アプローチいけるね。あ、でもそうか。じゃあこれさ、難しく考えすぎずさ、うん、いいアドバイスして、もうスタートから入ってるっていうのもできるんだ。こういうことですか。
もう自分の上、真上に。あ、本当だ、確かに。いや、もう自分にかぶせるように。なるほどね。あ、確かに、うん、なるほど。で、位置見えるなら左に打つとして、うん、いや、自分の弾く角度と同じ回り方を想像すると思う。まあ、こうしたとして右上と左下がきついな。いけんのかな。どうやったらいけんだ。まあでも角度的に下に出た方がいいのか。むずいな、ね、下に出るのはきついっすね。乗せるのむずいのかな。一回忘れていいですか。うん、こうしたら右下に出るでしょ。あ、これだけいいか。そしたらいける気がする。これいってみようかな。そしたら次行ってみるか、はい、よしよっしゃ、行ってみよう。いった、いけ。あ、惜しい。やっぱ右側はきついな、ここ、ね、両脇きつ、ね、どうやってやるんだこれ。右上からじゃないときついのかな。右上に出ないときつい説出てきた。どうぞ。両端きつ。どうぞ。おわすはこの戦いを終わらせに来た。おシャンクス、いけそうな気しない？なんかね、いや、いけそうな気する。これで右上に、右に打つってことですか？うん、はい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 。いけそうな気しますね、確かに。まず自分の角度。引っかかんなければ。右の。うん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 。いいんじゃないですか？あそこに入れるのね。で、こう回って、うん、自分はこう回って、リスクに引っかかんなければ、多分スピード足りる。左下が問題だね。左下、うん、いやでも、まあ、上、うん、下の真ん中の、真ん中のやつが、うん、確かに、いけそう。お、いいんじゃない。右上に打つルートか。いけそうな気がするな。サフィーのちょっと違う。うん。こういう感じ。うんうんうん。そうだ、当たんない。ルート待ってそう。いきます。はい。いけ。もう一回。うわー、惜しい。全然だった、ごめん。あー、やめたい、やめたい。もう、やだよ。やめたいよ。え、これ59。まだ3つ目だもん。お、すげえ、こっちにいるの。あれ、これなんかまた。同じ感じでいいか。あ、でも、いや、まあ、楽なのは左からか。から左から下、
右下に出るのはきついんだよな、なんか。これはもう左に打った方がいいよね。左のプニから行った方がいいね。そうっすね。そうするとバウンドして右斜め下に向かって出てくって感じでしょ、うん、下手したら真ん中の2体は切れるよね、多分ね、うん、真ん中とかに置いて真斜めに入るようにとかで。そうですね、だから下もなんか切れそうな気するから、上がきついっすね。うわすごい、並べる作戦。確かにそれ2手目やばそう。めっちゃ龍馬乗ってるし、それで決まったら見えますね、うん、ほうほうほう。うわー、行ってほしい。これ右が行けてないな。そう、右上がきつそうなんですよ、それ。なんかそうだね、ギリ、いや、いけんのかな。ギリ左の真ん中とかに入れば。なくもないけどって感じですよね。それで真ん中に入るんですか。これ真ん中入れたらいけるね。そうですね、真ん中に入れたら確かに。今度入った。いけ。あら、ダメか。ダメだ。この秒。おいらには見えねえ。今の惜しかったな、でも。お前見えないのか？おいらには見えねえ。俺にも見えねえ。ほう。龍馬がそんなとこにいる。とりあえず1個この置けばもう右上これやれる、うん、で左下もやれるじゃないですか。でしたらバジリスクも下のバジリスクの方に通って、あ、そうか、こうか、角度描いて、そうですね、そうですね、これでいけるか、うん、お、ワンチャン角度合えば上もやれるよね。いけそうな気するね、ちょっとね。ちょっといけそう。だからプニンと同じ角度を、そうか、だから いけそう、いけそう。もう結構これ右に打たないといけないんですよ、うん、結構右に打って、だからもうちょっとずらした方がいいのか、いいのか、うん、いいのか、いいのか。じゃあこれをもうちょいこっちか。なんかいいね。でも左下いけなそうだね。左下はだから上のから真斜めぐらいに行くイメージじゃないと。でも真斜めだとプニ行けない。プニがいけないね。うん。だから結構倒し気味の左なんだ。そうですね。右に行くから上はこういう風になっちゃう。それを考えると。だいぶ倒し気味で、このぐらいなんだ。だから、まあでも、だから思ったよりも倒し気味にして、うんうん、上のやつをもうちょっと左に寄せる。左下は左壁ワンバンしていくぐらいの。左壁ワンバンしてこう、うん、いければぐらいの感じで打たないと。うん、みんなこれやってんの？いや、これ行ってみようかな。これいくつ？ 59? うわー、プニ、これ届くか？バジリスク切っちゃうもんなと思う。よし、ナイス、ナイス、いけ、いけ、いけ、よし。いやー、やっぱりこっちがきついんだ。左下きついんだ。左下きついね。いやでも惜しいね。あ、消えちゃいました。でもだいぶ自分の時だけ全集中。うわ、なんだここは。おいおいおい。でも重ねれば。まあ確かに。さ
重ねるパターンね。そうすると左斜め上に打つ感じかな。右斜め上でもいいですもんね。右斜め上でもいいね。はい。お？あ、そしたら両端いけんじゃないですか。ちょうど真ん中ぐらいに置けば。ちょうど真ん中ぐらい。あ。ちょっと待って。まあでも最初の角度だな。こう引っ張れば。なんか切れそうっすよね。いけそう。ね、いけそうっすよね。お、いけそう、いけそう。なんかいけそう。あとは。なんかいけそう。あとはプに切れれば。え、なんかいけそう。いけそうな気します、僕も。します。いけそうな気。え、それ、どっち側に出んの ?1P は。右？右です。右壁から。右に出るじゃん。はい、下、左下はどうやっていくの？左下は。その、これです。真ん中から。右上行って左下、うん、あ、なるほど、はい、ちょっと一回行ってみていい、うん、いやもうこうなの、はい、いや、いけそうっすね、そんな角度、いや、でもこんなもんだな、プニックとして角度的にありそうですよ、まだありそうというか、その、良さそう、うん、もう行きます、はい、うわ、惜しい、ないか、いた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 、よし、よし、よし、ナイス、ここからだ、問題はでも、ほぼ横で無理か、まあ、横っすよね、横上がりしかないですもんね、横上がりで、真右に入る、真右に入って、真右に入って、ちょっと角度みんなが入っていく角度、なるほど、薄く打たないと、薄く打ったらスピード遅いから、うん、で何回いるんだこれ、2回ずつ入るぐらいので、上の上んとこから一回屋根、うん、天井当てて、もう1通りたいなぐらいの、ちょっと何回殴らないといけないか見とこう、やってみようか、うん、うん、こんなもんだな、いきます、いや全然全然そんな足んないの、あと3、あと3234か、これ残しといた方がいい、それか1回クリアした方がいい、1回クリアしますか、1回クリアする惜しいな、どうやってがいいの、まあ左下に打って反射して上に、こうね、はいはい、確かに、これはむずいわ、むずいな、リョーマクリティカルとかじゃないのかな、ワンチャンクリティカルとか、ちょっと一回先進む、そうっすね、一回ちょっと一回残しとこう、ここ残、あ、これでも普通にもらえるんだね、ちょっと一旦残しましょう、ここで止まっちゃって、うわーってなりそうだか、はい、ワナビアドリーメーカーみたいになりそうだか、ワナビアドリーメーカー一旦、はい、一旦ね、そうですね、そのまあ諦めたわけじゃないです、諦めてない、はい、諦めない、はい、諦めた、ダメだ中途半端なのするのかしないのかわかんないものまね行くじゃん、ちょっと一旦行こうか、一旦寝かしましょう、はい、一旦ちょっと寝かします、次ワンショット、はい、おー、なるほど、わ、反射と貫通、カチリンもプニもいそう、いきます、劇種変換か、ちょっと気分変わればね、うんうん、自分が得意なタイプ来るかもしれない、そうですね、はい、60行ってみよう、うー、なるほど、ん、この騎士、これはだから反射だから、ワンパンかな、まあ、まあ、まあ、やることシンプル、シンプルそうっすね、うん、簡単そう、これ、はい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 、で、は、貫通になってスピードアップする、で、反射になった場合、反射に当たって
貫通なる。その上ぐらい、うん、そこ通り抜けない、うん、だから反射だ、うん、まず、あ、最初貫通反射です。あ、最初反射なのか。はい、ドン貫通通って反射になって当たる当たる角度だな、これ。まあ、それでいけそうな気もしますね。そうだね、一旦使えてみる、はい、うん、薄めなんだろうな、こんなもんだな。はい、あ、しまった。あ、やっぱ角度勝負だ。角度勝負、これは簡単、これは、これはもうさっきこれは楽しい、はい、これは楽しい、はい、これは楽しいやつ、うん、よし、ここでクリアして、はい、そこを、右から行きます、うん、いきなり踏んでもいいしね、スピードが不安なら、うん、置いてね、なるほどなるほど、そうしますか。そんなのもありだ。あ、置けねえわ。ダメだ、ダメか、置けないようになってました。どうしたらいいの、薄すぎてもダメなのか。ちょっと、これでいってみます。はい、薄すぎてもダメ、このぐらいだ。うまっ、うわあ、そうだね、もうちょっと荒くでした。もっと荒くなきゃダメだね。芯に当たった後のこの幅が狭いから、あ、なるほど、ちょっと上目に入れてやんないとってことか。右から左、一旦左打っちゃうと薄くなりそう。角度つきすぎか。いや、もうこれでいいような気がする。もう左当てて、で、これを上目に当ててやる。なるほど、いいかも。ちょっと上目に、でも左をちゃんと通れるか。惜しい。あ、いけ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 、でも分かった気がする、俺は。よし、次で、うん、俺分かった、次いける、お願いします、次いける、うん、休憩ステージだ、これは、うんうん、結局ね、うん、トントン、トントントン、トン、ここは踏まない、この赤踏まない、左下の変換パネルは踏まないで、通ってこっち行って、右の変換パネル2個目を踏んで、はあ、トン、左の1個目踏まない。なるほどね、右に出てくと。あ、なるほどね、薄く、うん、薄くいく感じだ。薄作りで、薄作りだ、カズヤの薄作りこれ決まったらかっこいいぞ、薄作り。いや、これこうだ、かっこいいな、これ見せプだな。あ、惜しい、うまそうだったな、今のでもスピードが足りないのか。いや、この感覚的には薄作りな気がすんだよね。もう一回いいっすよ、薄作り薄作りもう一回いい、はいはい、すげえ、薄作りクリア見たいですもんね、これ。カズヤの薄作りクリア。いや、一回多分上のあの騎士も通ればいけたんだと思う。薄いじゃん、友情ギリ足りてなさそうだもんな。だから結局右壁からいける。友情だとしたら全員触れればいけるね。ああ、なるほど。でも全員行こうと思ったらもう当たってますよね、騎士に。だね。もうさっきよりもうちょっとだけ荒かった言ってたんじゃないですか。俺はね、こっちのね。
あーなるほど、俺は花粉症になったかもしれない今年言ってるじゃないですか、ずっと楽屋でもな、季節のアレルギーだみたいな謎の花粉症じゃない俺は季節のアレルギーだ、それが花粉症なんですよ今、季節のアレルギー。この5日ぐらい透明な鼻水が、はい、結構山とか行きました、山の方とか昨日行った、あほらもう完全それで花粉のキャパがオーバーしちゃった。行くよ、風屋の薄造り、はい、風屋の薄造り、だいぶ薄いぞこれ、だいぶ薄いぞクソ作り、カズヤのクソ作り、ちょっとカズヤの薄作りもう一回やってクソ作りってなんすか、カズヤのクソ作りクソ作ってる今のだってどう見たって薄、すげえ薄すぎる、薄すぎましたね。でもさ、確かにこれさ、リズムよくジャンカンジャンカンでいけんだったらさ、最悪そのスピードアップなくてもいけそうな気しちゃうもんね。うん、っていうことは薄作り、薄作り用に作られてる、作られてるのかもしれない。トラップだ。じゃあいったいった、おーいった、うわー薄作りだ、あーよかった、薄作りですね、素晴らしい、これは、はい、カズヤの薄作り素晴らしい、はい、気持ちいいな今の、うんうん、そういうことだね。なんかここあれだな、なんかやることシンプルだからね、うんうん、あーもうあそこやりたくない59 よし、この調子で、はい、いきます。61、あ、全敵弱点なし、笹丸系か、おい違うのかよさっきのと、あ、でもキャラクターが一緒か、1ターン、1ターンです、1ショットです、1ターンで全キャラ弱点なし、まあでもそういうこと、さっきそういうことか、激瞬間、おっ、あーボス強い、これはむずい、ボスも含めての挟まるみたいなこと、1ターン、はいはい、ああ、あーなるほど、兵士を倒してから戻ってきてのだ、え、イエティを、え、家、あ、この天使多分弱点出すみたいなことなんですかね、出すとかのことか、じゃあ天使をまず叩いて倒してじゃんけんぽんみたいに言うのそうね、言いたい、叩いて倒してじゃんけんぽん、え、お、ブロックはあんの、え、ちょっと待ってくださいね、ブロックないです、ない、これってさ何のためにさ変換なの、これもしかしてさ、天使は貫通じゃなくて切れないとか違う、いや最初反射から貫通に直せってことは多分だけど、横打ちで打って、うんうんうん、でスピードアップ、でででで下回って弱点アップが出るまでに激手変えて、あのブロックの中入ってってチャキ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 、弱点が真ん中に来るのかな、あ、可能性あるね、そうだね、これで行ってみようか、とりあえず、うん、なんかそんな気が、うん、そんな感じだね、そんな感じですよね、いいかもちょっといいかも、これ一発でいけるんじゃない、遅いか、いや、いいいいいい、こういうこと、こういうことだよ、オッケー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 、防御ダウンだった、防御ダウン、なるほど、うん、でも防御ダウンの一回一周したのがちょうどよかった、先入ってたらダメだったかもしれない、はい、うん、素晴らしい、ナイス、いいよ、いつも拓哉さんにむずいとこ回ってくるんだよな、さっきも嫌だったな、すごいウィーウィーっつってなんかすげえいっぱいになった絶望だったな。確かに。今回ウィンウィンない。ほらまた2ショット。2ショット怪しい。やめてほしいんだよ。大体2ショットあんの。うわ全然違う。これあれだ。虚空懐かしい。虚空エンマ、虚空エンマ、虚空エンマ。虚空エンマ。わキラー持ってるから。エンマキラー持ち。なるほど。レザバリキラー。なるほど。レザバリあるか。レザバリあんのか。行ってみます。はい。頼みよ、ここはスッと行かしてくれウィーウィーウィーやだよ、もうさっきウィーウィーだっただろう少ないかもしれない、少ないかも、あ、でもシンプルで、シンプルそう、
反射、虚空反射、あ、閻魔が反射、貫通ってことは変換とかないんだ。だからつまりは虚空は、あ、閻魔反射、あれ赤の何、赤何、赤何、何のため、邪魔、邪魔、それかあれ、まあとりあえず一旦一旦やってみようか、やってみますか、どうなるか分かんない。じゃあどちらにせよ、はい、まあそうですね、クロスドクロスね、うん、魔道士、うん、一筆、一筆、そう、クロスドクロ、クロスじゃねえ体に良さそうな毒で、これで打って、何もこうなってるんだけど、うん、やだな、邪魔にならないね、なんか意味ないの置かないでほしいな、なんかあんじゃない、それなんか意味あんのかな、スピード遅い方がダメージ入る、そんなんか、それで絶対書いといてほしいですけどそんなギミックは一回やってみていい、はい、どういうルート、ああ、なるほどなるほど、ワンパンできんのかもわかんないしな、スピード足るのかもね、はい、減速にするだろうし、あ、ワンパンできる、ナイスナイス、で、これで何が起きるかってな、バグ、バグもらった俺、うわ、これバグ、あ、なるほど、最後切ったとこがバグになるんだね、し、加速も反転するから最後、青に揃えるとか、あ、なるほどなるほど、最後に赤踏んでそれを止まるんだ、止まるとかで、バフは最後のあれか、あ、違う、違うか、 2P にバフ当てた、違う、でもさ、入ってなかったらきつくない、そもそもレーザーバリンの中に、だから、カズヤ、うん、これいいよ、多分だけど、カズヤそのやっていいよ、多分だけど、うん、バフもらってこのグリッターボール当てる、あ、じゃあ一回それでまだ続いてるってことか、やってみたら可能性ない、なるほど、ありそう、だからグリッターボールって時間かかれば4秒動けばフルになるから、当ててから4秒後に、あ、コピーだもん、それだ、あの赤いとこでスッて止まればいいんじゃない、いやでもちょっと一回これむずいから角度が、うん、これでコピーだ、真ん中の上で何時止まれればいいなぐらい、なるほど、やってみん、そのまま、いやいや、これもむずいっすね、あいや、ちゃんとちゃんとむずいぞ、もう反転とか考えるの大変だな、赤いりますね、うん、ってことは今いる位置的にさっきと同じぐらいの打ち方でいいような気がするんだ、でもこれだとチューンって止まっちゃうな、え、ぐ直殴りでは入んないってことですか、直殴りも入るんですかね、バフもらったら直殴りもらったら入る可能性あるよね、だから入場だけで倒すのもきつそうだね、 2P ずれるよね、またこれで、で 2P でバフって続かない、あ、続いてたかも、2P にバフかけたい。っていうことは上で止まりたい。上で止まりたい。どうやって？これむずくない？むずいっすね。だから右壁から下2体到底に戻ってくるみたいな。だからスピード上がってここで止まるみたいな。みたいな。ピタッみたいな。か通って止まるか。え？左下打ってこれでシュンって上がって、だから本当はあの青も踏みたくないんだよな、最初は、したら 青のも残りせるから、本当だね、
いや、そうっすね。これだから 2P にバフかけて青2個床できれば勝ち確なんだ。え？帰っていい？はい。パンクしそう。パンクしそうになってる。でも、2P にバフ当ててあげて。見てろよ。え、2P でいいのかな、バフ当てんの。次、友情が。いや、1P が止まればいいんじゃないの。いっぱい入る。友情がいっぱい入るとか。でも、2P バフで弱点、ジャキジャキで、でも結構出そうですけど、ね。なるほど。まあ、それがどんぐらい出るのかね。検証したいもんね。はい、そうっすね。青踏んで、赤踏まない。赤踏まないで、青踏んで。赤踏まなかったら次青になる。青を上げて。あ、でも、なんか、いいのに見えてそうな感じはしてる。あのさ、これね、レザバリの範囲だよね、きっとね。はい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 。いや、いいんじゃないですか。で、最後に、あ、そっち先か。オッケー。それでいいんすか。いいのいいの。あっちのやつで。うん、次赤。ここは青になるでしょ。そっか。そのこれバフ持ってないですよ。HP のグリッターだけ勝負。グリッターだけ勝負。全然バフってない。バフもらえなきゃダメ？結局にしたさ、最初の初期位置重要すぎない？なんかでも何か。見逃してそうだな。自分でずらすのか、自分でずらして入れんのか。あ、それあるな。あ、これは入ってるね。2P ね。うん。でも 2P 入ってたら自分で殴ることはいけるね。じゃあこういって、こういって。よっ。そしたら 2P にバフかかんなくないですか。そうだ。いや、2P 入ってるじゃん。いや、だから最後のクロスドクロのところでしょ。やっぱ最後じゃなきゃダメ。うん、そうだと思います。あ、そっか。一旦抜けて、まあ行くとしたら左下から下2体倒して、絶対靴いるな、そうなったら。じゃあこう行って、こうか、こう。これに置いて、で、赤これを踏んで踏むみたいな。踏んで止まって、ほんと赤踏んであげないと、ちょっとスピード、次のスピードを用意、行ってみるか。青に戻ってきた、青い感じ。なるほど。うん、いけそう。あ、でも、マジーくっそ、惜しい。あー、なるほど。いいよ、もう一回。もう一回いいよ、もう一回いいよ。もう一回いいよ。もう一回いいよ。悔しいだろ、3回 OK。3回。悔しいだろうしね。3回 OK。いや、確か今の悔しいな。もうちょっと上か。なんで、そんなやりたくないんだよ。あ、これも一緒か。まあ一緒ではないけど似てる。でもこれでも 2P バフと当たるか、これ当たんない、当たんない。あ、当たるから。いや、3と4を入れて、
でもこれグリッターそんな出ます？出ないのか。まだ当たってもないんだよ。でも、うん、マウンドグリッター。じゃあそれやってみますか。一番だから左下一番最後ってことですね。確かにそんな理不尽なことないよね。そうか、友情でそんな、あのレザバリの範囲しか出ないよね。そしたらじゃあこれは直殴りだとしたら 2P が 2P を下げるゲーム、下げるか入ってなければリセマラ案件のこと。そうやる。だったらだみんながグリッター打てる状態なの。ああなるほど、確かに。あそうか、グリッターだ。例えばバフのグリッター 2個入ったら飛ぶみたいなさ、うんうん、ってことはそういう可能性ない、うん、可能性ある。いやにしたらこれむず。左下一番最後、先だ。グリッターが飛ぶよりバフが先だから2回目のバフでもありってことなんじゃ。これでいいのか。これで戻ってきて、あ、そうだね。確かにこう三角で行って、三角で行って斜めに三角の最後当たれば戻ってくる。戻ってきますよね。でちょっと下げてグリッター入れれるのか。バッかけて、うん、これで良さそう。でこのできれば赤を背中で死なないか。うわー、やばいな、止まっちゃってない。そこに置いちゃうとその後大変。そうですね。じゃあもうこれでやってみるか。これ足りなそうだね。確かにね。うまい。お、取れた。いったいった、入る。バフ2個、3つ、3つ、3つよ。ってことはもう横で降りてくる。横で降りてって。でもね、右側に行かなきゃダメ。ピットン踏みたくない。右側に行かなきゃダメだね、最終的に、ね、あの3人のキャラより。で、一番下も踏まないといけないでしょ。触れないといけないですよ。だからちょっと荒めっすよね。触れたいんで。しかも4秒。いけるでかいやつ。いや、これ絶対くっついる。しかもこれ。いや、これ靴ないと多分きついっすよ、やっぱり。結局。そうか。でもあれ結局ずらしてエンマ出ちゃいましたからね、でも。グリッター。多分キラー乗らないってことですよね、これ。こっから。バフは乗ってるけど。あ、レザバリキラー。レザバリキラー。レザバリ持ってる相手には行くんじゃん。あ、そうかそうかそうか。別に乗ってる意味がないのか。うん、あ、そうかそうかそうか。そうちょっとじゃあやり直します。勘違いしてた。そうだ。でもあれどう、使い方どうすればいいの？でもまあ、やり方はまあまあ、あれで本当に出るのかってわかんないしな。これ逆だよね。ね、だから右下に、うん、右下につけたい。あ、それだ。これならこういってで真斜めに当たれば上上がって戻って下反射の後止まる可能性ある。赤で。赤で。そうすれば青になる。それも価値格。価値格。価値格だ。すごい。真斜め。左下の真斜めって、左下の真斜め上反射で当てられればお前はもう価値格だ。もうちょっと多分、そのスピードアップを左に少し。ああ、まあ。真斜めに当てるんだもんね。でもそれ、そこにすると邪魔になるのよ。次邪魔ですよ。あ、なるほど。あかんない。だからこの導線にね。導線に。ない方がいい。うん。これいいような気がするけど、それ。いや、いい感じしますね。いや、良さそう。おお、紙じゃない？あ、ほんとだ。ちょっと待って。ここね。どうせなら少し左にした方が、うん、今見て下のあの尻尾のあたり。うんうんうん。なるほどね。こう入ってった方が、うんうん、そうですね。そう入った方がいいと思います。そうそうそう。行ってみる。はい。頼む！行け！おお！行ったでしょ？あれ？あー、そいつの痛いか。いや、でも、でもよ、でも、いや、これ理想スピードアップは取れる。4秒で左に行く。あ、でもキラーが乗ったコピー2本。
ても大丈夫。うわー気持ちいい。めっちゃこれかー。楽しいこれ。うわーあー完璧でしたね。面白いわ。面白い。やっぱスピードアップ一本。一本いりましたね。ね、あれ取るの前提みたいな。すげえわ。俺これ自分でやりたくない。やりたくないね。よし、いよいよ。見えてきたぞ。